だから目玉っていう言葉のアルバムタイトルになりそうだって話は聞いてて、実際細野さんに僕初めて話を聞くようになった79年の4月からですけど、その時の目玉って言葉は使ってましたけど、みんながポカンとしてたから、メタポップとかメタロックとかメタミュージックとかいうふうに解説しながら話を進めてた。だからこれが僕はタイトルになるとはあまり思ってなかったですけど、まあもちろん書きたいというとか、でもメタは使いたいっていう感じだった。ね、だから、もしこれがタイトルだったらということをね、皆さんも思い浮かべていただきたいと思います。なるほど、これがタイトルになってよかったなとも思いますが、もっといろんなものじゃなくて、でもまあとにかく、なんでメタマ、メタポップね、なったのか。音楽のだからコンセプトはメタマなんだよね、ストリートステッサバイバーは。メタマっていうか、その、なんていうの、大滝さんとか、はい、達郎さんっていうのはこう先祖の音楽を引き継いで、それをまたよりブラッシュアップさせていくっていう音楽じゃないですか、はい。まあ、普通ポップミュージックとそうやってこう進化してくるんだけど、はい、その YMO はその、まあ、先祖の音楽を、うん、いただいて、それを全く別のものに変えるっていう、そういうメタモルフォーゼっていうか、メタモルフォーゼ、ね、なんていうか、ね、同じ成分もあるけど異性体であるっていうものを作ろうとしたっていうことだと思うんですよね。そこがやっぱり全然発想が違うっていうか、そのなんていうの、こう当時のカルチャーで言えば、まあ、脱構築っていうことみたいなことをやろうとしたのが英語だっていうことだと思います。まあそうですよね。